どうも、大元帥です。今日はね、タリコミ動画になります。タリコミ動画をくれたのは、ゆうやくんですね。ありがとうございますと。でね、皆様からのゴミみたいなタリコミ動画もお待ちしておりますと。でね、タリコミ動画をくれたのは、隣のね、ストライクノワールなんですけど、見てください。はい。今日の主役はエピオンくんです。開幕、なぜか相方に横サブを当てるっていうスーパープレイを披露してましたね。はい。ちなみにこの人とは全く当たった経験もないそうです。はい。これ初組らしいんですけれども、開幕ね、早速横サブでしばかれて素晴らしい挨拶をもらいましたね。というわけで見ていきましょう。相手が、ヘビーニューガンダムなんですけれども、で、ベルガギロスもガン逃げしていますがさ、終えるでしょうか。しかしね、相手のヘビーウェポンは機動力がかなりね、ゴミらしいんで、まあ、頑張って追ってほしいですね。で、一回ちょんと当てて、ダメージを奪いましたが、なんかピョン角設置できてないですね。動きがとても怪しい気がしますが、なぜか横角を振って、被弾して了解ですを振りまいているが、なんか、あれちょっと、あれあ、その距離でなんかノワール君に横サブを当てて了解です打ってるんですけど、あの、ゴミ好きないですか、あなた。はい。そしてなぜかホーミングダッシュでしばかれていく。ホーミング自殺していくが、ゼロシスもタイクが死んでいく。了解ですしてくで目移りしますぜっていうスタンプをもらって、おっとなぜかやる気をなくして捨て毛しているわ。あまりにもゴミすぎる。そしていけピョンと覚醒したが、なぜか下角のピョン角の調子を見ている。なぜか天高く踊っているぞなんでしょうかね。なんか下角しかもピョン角できないのがちょっと面白いですね。たまに N 角に負けちゃってるんですけども、はい、ゴミですこいつ。100円入れてよくこんなプレイできますね。しかも全くもってエピオンとしての仕事もしてない上に了解ですよ。あ、煽り散らしてステゲーピョン角連打していく。しかし相方はまだ頑張って戦っているが、了解ですも振りまいて下角ピョン角していく。100円分遊びたいと言ったところか、せっかく100円入れたんでピョン角ぐらいで遊びたいと言った悲しいゴミの思考なのかよくわかんない。おっと、しかしノワールに横サブ振りに行った。あまりにもゴミすぎる。素晴らしいプレイですね。はい。マナーが良すぎる。これがエクストリーム VS2 クロスブーストです。はい。というわけで2試合目は、タレコミ動画になります。まあ、タレコミ動画をくれたのはちょっと匿名なんですけれども、まあね、エクバ2です。はい。この動画、この対戦エクバ2です。なんか某有名な煽りプレイヤー KNT 氏っていう、まあまあ KNT 氏がなんかボコボコにしたっていう視点ですね。はい。で、その煽りプレイヤーはこの DX の人なんですけれども、相手のヤークとアルケイのね、素晴らしい経緯を見てください。はい。この DX 顔面トランダムします。はい。で、イカペロして変形で追い詰めますか。ヤークとアルケイにしばかれている。そしてヤークとアルケイの経緯が見えてますね。変形しばかれまくってすごいですね。チーゲスですげえけど吹っ飛ばされてて、おっと素晴らしいですね。ヤークとアルケイの経緯がすごいくて、この DX 君ね、完全に顔面トランダムしてます。やばいです。はい。すげえけど踊ってますね。相手のヤクタルケイ君、シャゲダンの経緯がすごいですね。シャゲダンのキレが半端ないですね。普通のプレイヤーじゃないと思います。しかし、このダブル X は煽りプレイヤーらしいんですけれども、もう顔面トランドルしちゃってますね。はい。というわけで、なんかね、すげえ踊ってんな。で、この試合なんかね、もう彼なんか引退しちゃったらしいんで、なんかね、供養としてね、皆さんに見てほしいとのことです。はい。何の供養か全くわかんないですけど、まあ、煽りプレイヤーのね、最後のね、命の輝きを見ていきましょう。皆さんも供養動画なんでね、ちゃんと祈ってくださいというわけで、タレコミ動画ありがとうございました。